命短し人よ恋せよ待って。時は戦国時代。今一人のヒーロー、熱き思いを胸に秘め、群雄ひしめく戦国乱世、一つにすべくここに立つ。ヒーローよ、見事天下を制し、その比類なき足跡を歴史に刻み込め、天下統一への道。お前の出番はない。 なんとかすればいい。
わおわそなたの罪を許してたも。こっちの吉本様は偽物でこじゃるよ。怖い。だが逃げるものか。マロにこの地でおじゃ。逃げるでおじゃ。この完璧な作戦が見破られたというのか。なんと今川軍援軍到着。その数多数。マロは腰など抜かしてはおらんぞよ。これから今川軍の反撃でおじゃ。ほら焦りすぎよ。もっとゆっくりね。じゃあね。待ってたわ。ご帰還である。我らお待ちしておりました。忍び込むのも楽じゃないわね。覚悟はいいね。でも耐えねば。敵は拙者が撃つ。いただくわ。
黄泉の国にて待っておるぞ。なんのこれ式それ逆賊を閉じ込めるだじゃ。北条家の栄誉を汚す者を捕らえよ。炎の槍1、氷の槍2、イカズチの槍3、背の槍4、闇の槍5、戦国最強連隊五本槍。一本四、炎からネズミを捕らえるのじゃ。五本了解。わしは大将惚れたじゃ。傭兵やられた。見事北条の意向を示してみせい。了解。任せな。ただし給料上げてよ。まだまだいけるぜ俺たちは。無敵のゴいただき諸行無常じゃ。いただく。そんなバカな五本槍が。ごめんまへん。苦しまずにお願い。やりすぎたかしら。くそ、俺の友が、あの王女家の大軍師。おしゃれよなのけ。Oh!
守防衛、防御こそ最大の攻撃なり。本にわしは兵に恵まれんわ。それが枕を並べて口にかく。この城から出れるだろう。やりすぎたかしら。手つく相手にならぬか。北条家は忍び、とくと見るがよい。キャツらにこの門をくぐらせるでないぞ。お仕置きの時間よ。うまいよ、子孫十でないぞ。やりすぎたかしら。いただいただきます。無口な男じゃ。まあ余裕の現れといったところかね。お仕置きの時間よ。やりすぎたかしら。私の前に立つ。そう、死にたいの。いただきます。Oh!
寝てる場合じゃねえ、起きろ。いただきます。代々受け継ぎししろ。この北条氏政、誰にも私はせんぞ。主よ、お守りくだされ、ご先祖様。ご先祖様が目に入るのだ。過去ばかりだよ。見失い。わしは肉より魚派じゃ。どいつは争い、私はまむし。こんな動物に何で修行するんじゃ。ほら、焦りすぎよ。もっとゆっくり、ね、じゃあね。ご帰還である。我らお待ちしておりました。いただくよ。だが、いただ逃げるものか。武田が騎馬軍だ。いただくよ。押して通る。命を惜しみ道を開けろ。戦国最強の武田騎馬隊とは我らのことよ。いざ参る。行け。騎馬隊のリスカだ。甘く見れてないよ。皆者、銃撃開始だ。撃てれ、撃ち撃て。銃の動力でこの武田を制する。お探しよ。武田騎馬隊の力、ここに見せてやれ。万歳。好き。この状況にラッシュを開けよ。
方法は任す。お、やっとオル様の出番。任せな大将。いざ、霧隠れの術。はあ、雨鉄砲など当たらぬわ。行くぞ。鉄砲使うなんてのはバカのやることさ。ただ仕事をこなすだけの忍びが笑わせるわ。やるもの働け。そなたの命運もここまでよ。熱いのにやけどしちゃいそう。気合い入れ忘れたんじゃないの？お仕置きの時間よ。やる、真剣勝負こそ我が生きる道。おやたと様には叶いっこないって諦めな。この俺様も倒せないようじゃ。アタック、この雪村マッシュしておりました。お仕置きの時、そろそろ帰って帰った。やられすぎたか。親方様、
この雪村、幸せでございました。私はこれまでになく怒っておる。やりすぎたかしら。旦那。すまん。おお、霧が晴れたぞ。銃撃開始だ。撃て、撃ち尽くせ。おお、霧よ、さすけは失敗したか。やだ、許せ。撃たないで。全言撤退、ただのおもちゃにあらず。見える、変化。上総介様と同じ時代に生まれた。そのはお前の方よ。鈴音よ、貴様の力はどれほどのものだ。この手を血に濡らすこと、覚悟を得て。もう笑うにはまだ早い。どうじゃ、俺の牙の味は。接近を許すな。騎馬隊を仕留めろ。ハハ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 。よく戦うものは死せず。それ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 、消し止め。ほらほら、どうした、全力を出さんか。やりやがったな。これが銃の威力。我が一年大将の策。これが冥土の道に王はなし。人は必ず死ぬもの。焦りすぎよ、もっとゆっくりね。じゃあね。
おら勝負だ。おめえが俺様に負けやがれ。俺様は武蔵、宮本武蔵。この島は俺様印の島。逃げ場なんかねえぞバーカ。かわいい坊や、私の席に教えてもらう。私の前に立つ。そう、死ぬだよ。俺様手製の策を仕掛けてやったぞ。これでいてめっくらいやれ。お仕置きの時間よ。俺様印の罠を仕掛けてやったぞ。これを檻に閉じ込め。つまんねえ。俺様一抜けた。ご帰還である。我らお待ちしておりました。アセドウに敷かれた盾軍の防衛戦、突破したものは一人としてなしと聞きます。と見せるわ。竜など恐れるもの科学のはいい。見ろ小島、おめでとうな何かだったぜ。そのようです。どう料理してやりましょう。かくのはいい。お手並み拝見といくか。そろそろ現地に逃げさせてもらうぜ。なかなかの腕前じゃねえ。恩一つで調子に乗ってんじゃねえぜ。いただきよ。見せてみろよ。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。
その時を待っていた。真剣勝負と言ってます。お前ほどの男が人の後ろに隠れていた。仕方ねえのさ。死は誰にでも訪れる。血は荒らせない。私はマムシ。いただきます。撃てろ。ああ敵にも威勢のいいのいるじゃねえか。撃てろ。何やってんだ小次郎。本庄見せろ。ご失敗召されるな。浅宗様。撃てろ。心配すんな。俺がてめえの火を消してやる。慣れてる戦場の匂い。この調子だと政宗様が出るまでもねえな。どぶろく片手に飲んでみてもよかったかな。バイ。覚悟はとうにできてた。小次郎。てめえの行く先は地獄じゃ済まねえ。られないわよ。おお、どうしまえ。血つけさせてもらうぜ。とってもしようぞ。I'm gonna go get some more.
なものか。女だとて侮るな。おめえら、こらえてみせろ。いただく、いただくよ。根性見せたじゃねえか。根性仕込んでます。勝てねえか。お尻になっちまいな。これぞ蝶のように舞い、蜂のように刺す。あいつ腰になっちまった。一つよろしく頼むぜ。そろそろ俺の出番ってわけかい。おいおい、これでしまいってわけじゃねえよな。奥州筆頭伊達政宗、押して参る。お祈りはもう済ませたかい。邪魔よ、お前も死にたいの。お子様はおうちに帰って遊んでいます。あんたの実力はそんなもんじゃないだろう。もう姫様、油断はダメですよ。耳を澄ませろ。俺の心臓はここだぜ。いただきます。これが見たいな。行き先は分かってるんだ。焦ることねえ。ほら、焦りすぎよ。もっとゆっくりね。じゃあね。
ご帰還である。我らお待ちしておりました。これ以上オラたちの仮面を渡せ。オラたちに夢がある。でかい夢だ。覚悟はいい。あなたはいい。
お美しゅうございます。これに勝ったらあの子に告白すると。そいつには婚約者がいたのに。許さねえ。お仕置きの時間よ。雪の下は俺たちの許さねえ。スズメ、貴様の力はどれほどのものか。命を変えてもじゃダメ。いただくわ。覚悟は悪い。うちの米は農薬使ってて、なめんな。ちなみによ。どう。食べれば。お疲れさに弁財天を裸して逃げ出しました。ちゃんへの気持ちがオラたちを強くする。いない。
て。いるだ、また息は昇るだ。もう一度、白いロマンマを。お仕置きの時間よ。やりすぎた。いただきます。モンステ様、信長様のため頑張りましょう。映画になるくらい俺様を天下人に。やばい、もっとこじ入れろ田植えのように。農民の力だ。覚悟はいいみんな。おらもそっちさ行くだよ。このまま決める。
死に逃げるわ、毒蛇の貴様。やばいだ、やばすぎるだ。ここはオラたちの村だ、荒らさせねえ。裁判、やばい、一気じゃ出番が来たよ。大御所ってのは最後に出るもんだね。やめるだよ。せめて苦しまずに。そんなものか。いただくわ。今度生まれた時代を選ぶの。もっとゆっくりね。じゃあね。
帰還である。我らお待ちしておりました。そろそろ行くわよ。準備よし。こっからでもかかってこい。お待ちくそ、待つのはいつも見ております。我らは君を連れた。いざご覧あれ。おひげさん、やっぱ綺麗だわ。おひげさんは気のつくもんだった。拙者も腹が減ってきましたぞ。飯食って気合だ。いただくわ。お邪魔しちゃったかしら。お仕置きの時間よ。やりすぎたかしら。なんと、おやめなさい。武家の者として誇らしき散りざま。いただき、いただき、いただき。この前田と茂野。おお、天下一の豪族、受けてみろ。松を守る俺がし、高に逃げ。ああ、松は嬉しゅうございます。よっしゃハラペット。お仕置きの時間よ。お前も全力を出せ。守るものがあるなら私の前に立つ。そう、死ぬために。どうしたどうした、腹でも減ったか。いただくわ。泣くわよ。いただくわ。イネチア様。泣くわよ。泣お仕置きの時間よ。やりすぎたかしら。松様、俺たちを叱ってください。修行を怠れたらこうなるのです。いつも振り続けるのだ。皆さん、松目が見ております。力を合わせるんだ。我らでは持ちこたえられません。いただきます。
起きろ。これが見たいの？やりすぎたかしら。いただきます。どうぞ。せめて苦しまずにお湯かくのはいい。前田利家が妻、松にござります。さあお覚悟なさりませ。僕の死は覚悟のため。いざ一歩前に。私に笑われたくなくば、いざ全力で。私は荒らせない。私は名虫。かけろ。ここで倒れることは無言の恥。やりすぎたかしら。どうぞ遠慮なくおいでなさい。集めもおそばに。や
すぎよ。もっとゆっくりね。じゃあね。Oh,
ます。当てになどしておらんの。みなさん、そこに死神がおいでです。数多くの悲鳴が聞こえます。光秀様には光秀様のお考えあってのこと。死ぬよ。でもあれはいただくわ。骨は拾いません。ああ、待っていましたよ。あなたに真っ赤な死に化粧を施すこの瞬間を。
Bye.
失われる。